フェリックス・ナティは、ガーナの社会起業家。2017年のウィキマニアにおいて、ジミー・ウェールズより、ウィキピーディアン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。クリエイティブ・コモンズ・ガーナを共同で創設し、支部代表を務め、また NPO のオープン・ファンデーション・ウェスト・アフリカの共同創設者でもある。アクラ郊外のテーマに生まれる。ポープ・ジョン・セッキン・デリー・スクールを2008年に卒業すると、 ガーナ中央大学に進み、2013年に理学士を取得して、卒業、2017年には、ユニバーシティ・オブ・アプライド・サイエンシズで、MBA 課程修了を目指した。コンピュータ技術に関心を持ったきっかけは、学部制だった時、Google スチューデントアンバサダーに選ばれたからという。学部を卒業し学士号を取得すると銀行に勤める、傍ら、ボランティア活動に従事し、 ウィキメディア、ガーナ協会でコミュニティマネージャーの役割を引き受け、やがてオープンファンデーションウェストアフリカというオープンコンテン,テンツを奨励する非営利組織を立ち上げた。2017年8月現在、ウィキペディア財団に職員として採用され、ウィキペディア図書館プロジェクトのグローバルな調整役として働いている。クリエイティブコモンズではグローバルネットワーク委員会の暫定委員に、 任ゼられた。ウィキマニア2018の閉会式で挨拶、ナーティーとウィキメディアムーブメントの出会いは2012年で、Wikipedia に母国ガーナのページを執筆するほか、Wikipedia を編集する大切さが伝わるようにと、いくつかのイニシアティブのリーダーも務めてきた。その中に、グラム活動、Wikipedia 教育プログラム、ジェンダーギャップ解消の取り組み、 さらにウィキペディア図書館へと活動の幅を広げていく。クリエイティブコモンズではグローバルネットワークへの戦略移行の助言者グループに加わる。2017年にウィキメディア全体の方針を求める運動戦略の基礎委員として活動した。またウィキメディアの外ではファイアーフォックスアフリカグループの中核チームの一員である。ウィキ i ディアンオブザイヤー授与に際して ジミー・ウェールズは、ナーティを表して2017年に、アクラで開かれた第2回ウィキインダバの開催の指導的役割を果たし、アフリカにおける地域コミュニティ建設に欠かせない存在で、あると述べた。ありがとうございます。